大聖堂のメインファサードレオン大聖堂。レオン大聖堂は、ニカラグアのレオンにあるカトリックの教会。レオン大聖堂は、中米最大級の聖堂建築で、1747年から19世紀初頭に、かけて建築された。設計は、グアテマラ出身の建築家、ディエゴ・ホセデ・ポレス・エスキベルであり、1810年には、塔とメインファサードが完成した。 その後の1821年にニカラグアは、スペインから独立、レオンはその首都となり、大聖堂は、アメリカ大陸で最も古い教区の一つである、レオン教区の主教座聖堂となった。建築様式としては、後期バロックから、新古典主義への移行期の特徴を持つ。それらは、グアテマラのことアンティグアで育まれた、アンティグア・グアテマラバロック様式と呼ばれるものである。 その中でも、レオン大聖堂は、スペイン建築とラテンアメリカの地域的特性の融合の優れた例である。具体的な特徴としては、ニカラグアに多発する地震に対応するための低く太い塔などが挙げられる。2011年、ユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。